はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッションボンゴ編。この動画ではボンゴのスラップについて解説していきます。はい、コンガやジャンベなどと同様に、ボンゴにもスラップっていう奏法が存在します。どういう感じかやってみますけれども、ちょっといきなり音量が上がるのでご注意ください。いきますよ。こういう感じのですね、バシッという、まあ、すごい簡単に言うと爆音で叩く奏法になります。で、これはどういう時に使うかっていうと、ボンゴで、フィル、おかずとかソロですね。ボンゴソロをするとき。みたいな感じで、こう、バシッと叩くときに使います。で、このゼロから始めるのボンゴシリーズでですね、次回からフィルとかソロの解説をしていこうと思うんですけれども、まあ、その時に使う、このスラップという奏法をですね、今回解説しますので、ぜひこの動画でマスターしてください。はい。では早速スラップの叩き方の解説をしていきます。さっきも言った通りスラップはですね、こう爆音でボンゴを最大限に鳴らしてあげる叩き方になるんですけども、こう大きい音を出すからといって、こう闇雲にですね、力いっぱい叩いてしまってはダメで、こう力で叩いてしまうと腕だったり手首を故障してしまう、怪我してしまう可能性がありますので、この時もなるべく楽に楽に叩くということを意識します。じゃあ楽に叩いてどうやって大きい音を出すかというと、それはですね、まず一つに腕の重さ。腕の重さって結構重いんですね。この腕の重さを利用して、楽にスピードを与えて楽器を鳴らしてあげる。あともう一つは、手が当たる位置ですね。手が打面に当たる位置をうまく調整してあげて、最大限この革と太鼓が鳴るようなポイントで叩いてあげると。腕の重さを利用するっていうことと、手が当たる位置をうまく調整するの二つを意識します。で、手がダメに当たる位置ですけれども、目安としては、こう自分の手のひらを見ていただいて、こう指をですね、軽くこう折り曲げてみてください。折り曲げると、手のひらの上の方にですね、こう、シワができませんでしょうか。このシワの位置が、ボンゴの上の縁にちょうど当たるようにします。このシワの位置と、あとはですね、4本指の各指先、こことここが同時に打面に当たるようにします。で、何回か、こうトントントンと叩いてみて、指先とシワができる部分、この2箇所が同時に当たるっていう感覚を身につけてください。で、普通に叩くときと同様に、指先は叩いた後はですね、こう、打面につけっぱなしにせず、当たって、跳ね返って、自然な状態で浮かせます。こう、くっつけてしまうとですね、音が止まってしまいますので、こう、自然に浮かせた状態にします。はい、では、同時に当たる感覚が身につきましたら、手のこのポジションを覚えておいてですね、このまま肘を持ち上げていきます。で、腕を持ち上げていって、自分の肩ぐらいの高さまで腕が持ち上がったら、このまま一気に力を抜いて腕を落とします。もう一回やります。この当たる位置を覚えておいて、肘を持ち上げ、腕を持ち上げ、肩ぐらいの高さになったら自由落下。まあ、つまり太鼓のストロークをする。っていうことなんですけれども、特にこの肘から先、前腕っていうところですね。この重さを、まあ、最大限、ダメに対して落としてあげて、このエネルギーを発音に使います。で、一個注意点なんですけれども、こう腕を落として、ダメを叩いた後、手首の位置ですね。手首の位置がダメより下に行かないように注意してください。まあ、つまり、この位置ではなく、このように、打面に対して潜ってしまう。こう手首が折れ曲がった状態にならないように注意してください。こうなってしまうとですね、こう、腕を落としたエネルギーがそのまま、この手首にかかってしまう。これめちゃくちゃストレスなんで、腱鞘炎とか手首を痛める故障の原因になったりするんですね。なので、こうではなくて、あくまで、叩き終わった後のフォームは、腕から、手のひら、指がですね、こう一直線上に、
こういう風になるように意識してみてください。はい。では、右左、右左でスラップをしばらく叩いていきます。で、ボンゴはですね、この打面のサイズが小さいので、こう片方の手が残っている状態になっていると、もう片方の手で、こう手を叩いてしまいますので、うまくこう、右と左がスイッチするように、交互に叩いていきます。せーの。はい、いかがでしょうか？できましたでしょうか？こう、うまいこと叩けますとですね、こうスパーンと抜けるような感覚っていうのが得られて気持ちいいんですけれども、まあ、こういういい音が出ない。ちょっとこういう詰まった感じの音になってしまうという場合は、まあ、手およびですね、指が当たる位置をいろいろとずらして叩いてみて、いい音が鳴るポイントっていうのを探ってみてください。人によってですね、指の長さだったり、この使ってるボンゴのサイズが違いますので、まあ、それぞれ微妙にですね、このいい音が鳴るポイント、スイートスポットっていうのはですね、違うと思いますので、まあ、こう、ちょっとずつずらして、あ、ここかな、ここかなってこう探っていってみてですね、まあ、自分のボンゴで一番いい音が鳴る、スパーンと抜けるポイントっていうのを探ってみてください。はい、では最後にスラップを使ったフィルイン、おかずをですね、一個練習して終わりにしましょう。今回やるのこんな感じです。タカタッ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 っていうやつですね。ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー。ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー。タカタッタッタッタ。最後の2発がスラップになります。ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー。手順はずっと右左、右左。ワン、ツー、ティー、フォー。最初のフォーをは2倍の速さで右左で叩いて、その後はワン、ツー、ティー、フォー。ワン、ツー、ティー、フォー、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 ワン、ツー、ティー、フォー。こう、徐々にですね、指を、打面の奥に入れていくような感じにすると、こう、だんだんと大きくなる。まあ、クレッシェンドって言うんですけれども、だんだんと、向かっていくような、フィルインができます。で、最終的に、ティー、フォー、で、スラップすると。ワン、ツー、ティー、フォー、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 ワン、ツー、ティー。はい、これを練習したら今度はリズムパターンの流れの中で叩けるように練習してみましょう。例えばですね、基本のパターン。というパターンをやってる中で、さっきのフィルインをやろうとすると、ワン、ツー、ティー、フォー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 っていうことになるってことですね。ワン、ツー、ティー、フォー、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 ワン、ツー、ティー、フォという感じになると。はい、というわけで今回はスラップの解説でした。次回からこのスラップや今までやったテクニックをですね、総動員してフィルインやソロの解説をしていきますので、今までの内容をしっかりと復習しておいてください。質問などありましたらですね、コメント欄にいただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報などいろいろ発信しておりますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。